今日はですね、なんと一般社団法人7つの習慣アカデミー協会の創業者斉藤良寛さんとの対談を用意させていただきました。もう本当にですね、斉藤さんはすっごい濃いレベルの活動をしておりまして、もうビジネスの経営について、またはこの成功の秘訣、そして決断をするためにどういう考えが必要になるかなどですね、いっぱい人生そしてビジネスのヒントをたくさんいただきました。本当にですね、このインタビューがお役に立てることを心からお祈りしております。でですね、このインタビューは実はちょっと長めで1時間半ほどの長いインタビューなんですよね。なのでこのインタビューを YouTube でご覧になったり、あの Spotify とか Podcast でねお聞きすることができるんですけれども、ぜひ僕のおすすめはスピードを 1.75 倍とか2倍にして聞いていただけると、ものすごい楽に情報をインプットすることができると思います。 Alright、 それではですね、この素晴らしい対談をぜひ楽しんでいただければと思います。Hey you guys, thank you so much for checking out Chris's room. 今日はですね、なんと一般社団法人7つの習慣アカデミー協会の創業者斉藤良寛さんがインタビューにクリスの部屋に遊びに来てくれております。イエーイ、 Thank you so much for joining us 斉藤さん、本当に今日ね来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。もう本当に時間をね用意していただいて本当にありがとうございます。いやー、So you guys, everybody, you guys know about Stephen Covey, right? Stephen Covey 博士って皆さんご存知だと思うんですよね。あの7つの習慣っていう本がですね、これあの通訳したのがジェームス・スキナーさんなんですよね。そうですね。本当に素晴らしい本で、もうコンセプトがね、ちょうど昨日僕お父さんと話してたんですけども、お父さんはね、この self development 成功、自分をね、良くしていくっていうのをそこまで好きじゃないんですけれども、もう本当にね、毎回のように7つの習慣はすごいよ、7つの習慣はすごいよって言っているぐらいの、もう本当に素晴らしい本で、あのね、この一般社団法人があるっていうのは本当に素晴らしいことだと思います。斉藤さん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ぜひですね、あの斉藤さんがこの7つの習慣アカデミー協会をなぜ立ち上げられたのかっていうことをちょっとお聞きできればなと思っているんですけれども、インパクトですよね。じゃあもうそこから入りますかね、はい、改めまして、はい、斉藤良寛、と申します。まあ、本当にご縁があってね、あのクリスさんとこうやって時間を共有して、そしてお互いにね、まあ、インスピレーションをこの与え合うっていうか、まあ、あのキャッチボールっていうのかな、これを楽しめる時間を本当に感謝しています。ありがとうございます。で、まあ、本当人っての人生ってこういう出会いでね、作られていく、紡がれていく。で、日本に名曲でね、中島みゆきさんかな、糸っていうね、歌がありまして、縦の糸と横の糸が重なり合って、で、自分にも分からなかったようなね、素晴らしい布とか、アートにね、なっていくっていう、それは、自分にも分かんないよっていうことで、そういう意味で言うと、これをねご覧の皆さんにも今までいろんな転機があったと思いますし、それからクリスさんにもね、もうたくさんのね転機があったと思います。で、僕もね、ありました。で、本当にね、この 5本指にね入るような転機の一つがね、この7つの習慣との出会いということで、今日はそこをクローズアップして、お話したいと思いますが、やっぱりねこれ天気の話なので、ちょっとね、長くなるかもしれませんが、まあ、ストーリーのね、共有させてもらって、何かね、ヒントか、インスピレーションになったら嬉しく思います。うん、でそうですよね、うん、ごめんなさい、やっぱり僕もその斉藤さんはなんかね、ジェダイマスターみたいな雰囲気を持っている方なんですよね。なんかこのフォースのことと何かを知っているみたいな感じで、その自分のバイブレーションというかね、自分の本音でいることによって、でその幸せを広げていくことができる、なんかそのようなツールを知っているみたいな形 で僕が本当に思っているその、ね、本音で生きていくとかバイブレーションとか、それ同じような考えを持っている方なので、なんかね、おそらくこの、ね、インタビューを見てくださっている方は、あ、クリスと同じようなことをおっしゃってますみたいな感じになると思うんですよ。違う言葉なんだけど、なので、ね、すっごい嬉しいです。僕もその栗山雄一君っていうね、クリスの大ファン、クリスをメンターとね、している
ライフコーチがいまして、で、彼のね、本当に熱い紹介で、で、あ、クリスさん、本田健さんのね、イベントで、一度お会いしたことがあって、あ、覚えてる覚えてる、素敵な方だよねっていう話で、で、また今回のね、対談というご縁いただいて、これもね、本当に人のご縁ですよね。それで、栗山くんにですね、クリスモンセンさんの栗山くんがすごい気に入ってる動画をいくつか教えてって、その彼の、まあ、ミッションとか、まあ、ビジョンとか、その魂がね、どういうことをその求めて、そしてメッセージをね、表現してるのか、まあ、事前にね、触れたいから教えてっていうことで何本か、動画を送ってもらって、本田健さんとの対談とかね、引き寄せの法則のエッセンスとか、で、それで見てるうちに、あ、そう、僕も、あ、なんか同じ、魂というか、同じメッセージだな、みたいなこととか、あとは動画を見てるうちに、僕もクリスさんのファンになっていて、今日は本当に、楽しみに、しています。うん。Thank you, thank you so much.それでね、まあ、7つの習慣っていうのは僕の本当に人生の大きな転機だったんですけども、まあ、僕自身はすごく本当に田舎ですね、山と田んぼがいっぱいあるところで生まれ育って、だから、本とか、まあ、本とかというか本ですね、本、いい本に出会うことがすごい喜びで、まあ、周りの大人とか学校の先生は教えてくれないことをすごく人生で大事なことを教えてくれる、そういう本に出会うのが本当に楽しみで、で、そういう、まあ、若い時を歩んでですね、で、そういう中で、まあ、7つの習慣もね、出会ってたんですが、当時、まあ、20代ですね、その日本で、7つの習慣が出版された時は20代で、その時は、まあ、いいことが書いてあるのはわかるんだけど、ちゃんとは、理解、把握できてなかったんですよね。で、まあ、いろんな、人生の流れがあって、本当に転機になったのが、7つの習慣の日本語訳者で、日本法人ですね、7つの習慣の会社、フランクリンコンビーグループっていうのがあるんですが、その日本法人の創業者の、まあ、ジェームス・スキナーさんという、まあ、アメリカ人の方ですね、ご縁ができまして、これもね、偶然たまたまのご縁で、それで、まあ、結局ね、一緒に働くことになりまして、その日本、ジェームス・スキナーさんの個人事務所ですね、事務所の創業期に、うん、本当に立ち上げ期に一緒に仕事をすることになりました。で、まあ、結果的にその時に、いわゆるこういう研修事業とか、人材育成事業ですね、教育事業の、まあ、まさに7つの習慣、世界基準ですよね。研修とか教育の世界基準の、まあ、その、このやり方を、提供の仕方っていうのを、世界基準をですね、徹底的に、鍛えられまして、叩き込まれまして。で、まあね、その、ジェームス・スキナーさんは非常に個性のある、才能の豊かな方で、これまあ、好き嫌い分かれるんですね。個性が強いから。で、すごくアグレッシブな方なんですけれども、まあ、僕にとってはね、本当に人生の恩人、仕事の恩人なんですが、何をね、教えられたかっていうと、この、例えばね、7つの習慣で言うと、この中に、まあ、ミッションステートメントっていうのが、まあ、あるんですけれども、まあ、これご存知の方も多いと思うし、それから自分なりにミッションステートメントとかビジョンとか、描き出している方もいらっしゃると思います。あるいは夢をね、夢リストを100個描くとかですね、そういう、ことをやってる方もいると思うんだけど、それでね、人生がすごく良くなった人もいると思うんですが、もう一方でね、そういうの書いたけど、自分の人生がなんかあんまり変わってない。ミッションとかビジョンとか夢リストとか書いても、自分の人生とか自分のビジネス、現実っていうのはそんなに簡単には変わらないよって思ってる人ももしかしたらね、いるかもしれないです。うん、で、それで言うとですね、そのミッション、ビジョン、夢リスト、こういうのを描いたときに自分のやっぱりこの内なる情熱がね、
内なる炎がね点火するっていうことは経験ある方って何がしかある皆さんお持ちだと思うんですね。分かりやすいのは大好きなその、まあ異性ですよね、大好きな恋人、もう本当に惚れ込んじゃうという人に出会った時には、もう情熱が灯ると思うんですよ。そしてその無理だとかダメだとか、ね、そういうのがあったとしてももう関係ないというようなですね、これは恋愛に限らず自分の人生とかビジネスにおいても炎が灯る、情熱の炎が灯るっていう、そういう、まあ、例えば素晴らしい映画とかね、名作であって、胸が熱くなるっていうのがね、あると思うんですけども、これが大事だよっていうのをすごく教わったんですね。はいはい、なんかワクワクするっていうか、はい、本能的に反応を感じる、好きだって感じたり、それが大切っていう。ですね。で、そこって、いわゆる理屈っていうのはないと。はい、うん。で、それが大事だっていうのをすごく教わりまして、で、逆に言うとですね、理論理屈もあるんですけど、戦略とか戦術とか、そういうのも、大事はするんですが、でも一番大事なのはそれだよっていうことを、まあ、身をもってね、教わりました。で、かつ、はい、日本にね、海外のゲストをですね、この紹介する機会もいっぱいあって、いわゆる海外のノーベル賞受賞者とか、それから海外のベストセラー作家、まあ、日本だと100万部って突破したらもうむちゃくちゃすごいスーパースターですけど、海外、ワールドクラスになると、100万部ってもっと上がいて、1000万部、1億万部、5000万部。こういうスーパースターがやっぱりいると、文字より桁が違うんですよね。うん。で、そういう方の来日で、日本で講演とか出版とか、あるいは日本での商品、のプロデュース協力ですね。こういうことを、まあ、僕はこの約20年の間にね、そういう経験もさせてもらって、いろんな業界で世界トップクラスの人って、まあ、個性がもう、本当に様々なんですけど、やっぱ共通してるのは、そういう情熱とか熱さとかパッションですね。これはもうみんな、もう火の玉っていうぐらいの情熱を持ってると。情熱で生きてるというのはもう非常に共通していて。で、例えば戦略とか戦術とか、例えばじゃあマーケティング、ブランディングで USP、ポジショニング、こういうものを考える。マーケティングプランを考える。こういうことは、その人はやらずにね、ブレインとかチームのメンバーとかがやるんですよね。はい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 、はい。で、この人は、その戦略戦術というよりも、パッション、あるいはミッション、あるいはビジョン、これがみんなに共通していて、で、それをどうやるかを、チームで、組んで、ビジネスとか、そのメッセージを伝えている、いくっていう、チームを作ってるっていうことですね。それは、家族ももちろん、含めてね、チームですね。で、そういうのを、まあ、本当に、いろんな方を見て、すごく感じてですね。で、まあ、それで、その7つの習慣って、まあ、いろいろね、心の関わることになってですね。で、次の転機がね、その2012年7月16日が、セブンハビッツ著者のコビー博士の命日なんですね、他界した日なんですけども、で、その後ね、世界中で、お別れ会が開かれまして、で、日本では、まあ、東京の目黒雅叙園っていうところで開かれまして、まあ、ご縁あって私もね、参列をさせていただきまして、で、その時にですね、まあ、ジェームス・スキナーさんと一緒に仕事をしてたということで、ジェームスさんと一緒に仕事をするっていうのは、ハードワークなんですね。で、心身ともにすごいハードワークで、だから、フランクリコビーグループの方で、新規事業
開拓、新規事業のね、担当の方がいらっしゃって、でその方に、はい、まあ、声かけていただいて、目をつけられてですね、それで、まあ、その B2C、個人向けのね、企画ですね、事業を何かご一緒できませんかというようなお話だったんですが、僕、その2012年の時点では、結論から言うと、逃げたんですね。はい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 。どういうことかというと、うん、やっぱり7つの州から非常に素晴らしいコンテンツ、そして世界160カ国に、B2B の法人研修展開してますので、いやもう絶対これ、すごく難しく、困難で、チャレンジが大きい。うん、っていうのはもう、まあ、プロとしては、もう、分かってたので、その基準が高いからね、だからそれをね引き受けられないと、要は私の楽しい人生がそれで非常に大変になるっていうことで、僕はまあやんわりと逃げたというかですね、あまたご縁があったらっていう感じだったんですね。はい、で2012年の時はそういう状態で、それから数年経ってですね、私が、独立して法人設立10周年っていうタイミングがありまして、はい、その時に、ご縁ある方にね、10周年記念パーティー集まっていただいて、でその時に、まあ、今までの感謝と、それからこれからのビジョンを、まあ、語る場をね、作ったんですね。うん、2014年の12月だったんですけども、はい、それでね、その時に、ビジョンとして発表しようかなとお世話になった方はね、すごく考えまして、で、当時、41歳だったんですが、まあ、ちょうどね、伊勢神宮の式年遷宮っていうのが、うん、これ20年に一度のね、イベントなんですけれども、はい、それがね、まあ、あったタイミングだったんですね。で、これからのビジョン何を語ろうかなと言ったときに、いろいろ自問自答検討してですね、まあ出た、結論が、まず、まあ7つの習慣でね、終わりを思い描くことから始めるっていうのがあるんですが、自分の終わりどうしようかなというときに、まあ一生現役だと思うんですけど、ライフワークをね、生きていくと思うんですが、ただ何か区切りを決めるとしたら、ちょうどじゃあ、41歳、伊勢神宮の式年遷宮がある。20年後、61歳の時にまた式年遷宮がある。ということで、じゃあ、次の式年遷宮、20年で、やりたいことはもうこの間にやっておこうと。で、その日本で言うと還暦、60歳。っていうのが一つの節目なんですが、60歳、61歳というタイミングで、まあ、その後はね、もう一生懸、現役だと思うんですけども、一生現役だと思うんですが、新しいチャレンジとか、自分がやりたいことのチャレンジは、もう、この次の式年遷宮までにやっておこうと、悔いのないように。はいはい、はい。うん。そういうふうに思いまして、じゃあ、あと20年、何しようと思ったんですね。で、またこれもいろいろ検討して出てきた、まあ、ビジョン、プランがですね、何か、まあ、大きなプロジェクトを立ち上げると。まあ、新規立ち上げっていうのが好きなんですけども、立ち上げる。これが好きだから、まあ、これからもやる。だけど、やっぱ、ある程度大掛かりなプロジェクトを、軌道に乗せるってなると、まあ、大体3年はかかると、いうのが、まあ、経験則でありまして、で、そうすると20年だと、大体7本のプロジェクトだなと。3年かかるものを7本。で、21年。まあ、約20年。俺の残りの一生で、あと7個だけ、プロジェクトでやれるとした場合に、何を基準に選んだらいいんだろうっていう、思いましてね。で、またここから自問自答が始まって、それで至ったのが、
7個を選ぶ。で、出た結論が、分かったと。自分が生きてる間に関われるプロジェクトは、うん、自分が死んだ後の世代ですね、うん、にバトンをつなげるプロジェクトですね。言い方を変えると、後世に残るプロジェクト。はいはいはい、これを7本関わろうと思ったんですね。うん、で、もちろん自分が死んだ後に残ってるのかどうなのか、それは分からないんですけど、後世に残る可能性を持ったプロジェクト、という基準値で選ぼうというのを決めたんですね。うん、で、まあ、例えばオンラインサロンとか企業塾、まあ、旅館塾っていうのもやっておりますので、その、はい、そこにはね、いろんな方に来ていただいて、これからっていう20代、30代、あるいは40代、50代、まあ、こういう方来てもらって、ウェルカムなんですが、個別で関わるプロジェクトは、その、次の世代、後世にね、継承できるかどうか、うん、こういう基準で選ぼうと決めて、それを、今までお世話になった方の前で発表したんですね。はい、はい、はい。で、まあ、かっこいいっちゃかっこいいんですけど、若干恐怖、不安もありましたね。そんなね、うん、全然完璧でもない未熟な自分がね、大それたことを、こんなこと言っていいのかなとかね。まあ、思ったんですが、でも本当に一回きりの人生で、まあ、僕はコンサルタント、うん、プロデューサーという、まあ、アイデンティティ、役割を持ってますので、はい、じゃあそうした場合に、いろんな才能を持った方っているんですが、すごい天才、すごい才能を持ってる方も、例えば著者、コンテンツホルダー、セミナー講師、モチベーター、プレゼンテーター、いろんな方いますが、エヴァンジェリスト、いろんな方いますけども、残念ながら大体1代で終わるんですね。うーん1代で、うんうんうん。で、肉体を卒業したら、例えば本はほとんど残らない。うん、うん、で、そういうのを、まあこの、まあ僕はこういうプロデュース業20年やってるんですけども、そういうのをまあ見てるとですね、まあプロデューサーとしては、その無名の人をね、ブレイクさせる。こういう醍醐味もあるんですけど、むちゃくちゃやりがいあるんですけど、うん、一代で、まあ、映画を極めてね、スターになって、で、一代で終わる。もちろん生きてる間、もう目の前の、今ここが現実ですから、今ご縁ある人に幸せになってもらう、成長して終わる、可能性を広げてもらう。これ、もちろんここにね、集中すればいいのかもしれないんですが、まあ、仕事人っていうんですかね、プロデューサーとしては、後世のつなぐプロジェクトをやりたいなと思ったんですね。うん、で一応その理由を一つ、紹介させてもらうと、僕自身そういう、うん、山と田んぼと川と、語りなきゃね、育って、その、まあ、いろんな本に助けてもらったんですけども、うん、やっぱね、100年、1000年超えている本、例えば論語とか陽明学とか、まあ、世界的な宗教とか哲学とか、様々な思想がね、100年、1000年超えてるものには、すごくやっぱり、自分の人生を助けてくれて、で、うん、色褪せない、うん、10年経っても色褪せないもので、自分の人生を支えてくれてるので、うん、その100年前、1000年前に、もちろん有名な人もいれば、歴史上の偉人もいれば、全く無名だけど、その歴史のバトンをつないだ人たちもいたから、うん、今、その自分がね、そのインスパイアされてるという、やっぱ実体験があったので、ああ、そういう、その有名なのか無名なのか、ね、歴史が残るとか残らないとか、これは誰にもわからないし、どんな評価を受けるかわからないんだけど、でもそのバトンをつないで誰か必要な人に届く仕事ができればこれは本望だなと思ったんですね。で、うん、まあ2014年の12月にそれ発表したんですよ。で、はい、それから半年ぐらい経ってですね、
偶然の出会いで、偶然がいくつも重なって、またねフランクリン・コビーグループの方と再会したんですね。はい、うん、7つの習慣の会社ですね、うん、フランクリン・コビーグループのその新規事業開拓の方ですね。で160カ国7つの習慣展開しているのは B2B 法人研修ですね、広がってるんですが、うん、B2C の新規事業を担ってる方と再会しまして、うん、で私はすっかり忘れてたんですけどね、先方は覚えてて、ある時偶然出会って、あ、お久しぶりですって言われて、あれどこでお会いしたかなっていうことなんですが、フランクリン・コビーのものですって言われて、ああはいはい、あ、コビー博士のお別れ会以来ですねっていう感じで、うん、まあ3年ぶりの再会だったんですが、それでまあまた食事でもしましょうということで、はい、今度はお話伺ってですね、それでまあ間を端折りますとね、それで世界で初めてのですね、一般個人向け B2C で、7つの習慣の、まあ、認定を発行するファシリテーターとかコーチとかのね、認定を発行する一般社団法人を、うん、まあ、委託といいますかね、事業提携、を受けまして、うん、立ち上げることになったと。そして、まあ、代表理事に就任したというのが、まあ、ちょっと話が長くなりましたが、その大きな転機だったんですが、うん、この時はね、クリスさんとかこの動画を視聴の皆様に、シェアさせてもらう、まあ、エピソードとしては、やっぱタイミングですね。人生のタイミングで、僕の覚悟というか、ビジョンというか、決まって、うん、すなわち、後世にバトンをつなげる可能性を持ったコンテンツとかプロジェクト、これをやろうと。目安としては残り7本だと、人生で。はい。それで、その3年ぶり再会で7つの習慣のお話を、まあ、またね、いただいたときに、うわ、来ちゃったなって思ったんですね。うん。うん。で、3年前は僕、正直逃げたんです。はい。大変だから。だけど、うわー、これ絶対大変だと。チャレンジいっぱいある。なぜなら世界基準だからね。うん、で、うん、関係者の方もいっぱいいる。ステークホルダーもいっぱいいる。うん、だから、これは絶対大変だと、うん。だけれども、俺、お世話になったみんなの前で言っちゃったよ、って。で、まあ、逃げられないなと思って、怖かったけども、これは、ちゃんと真剣に考えようということで、うん、じゃあ、真剣に考えるって言ったなった時に、まあ、私の妻とですね、それから秘書、ですね、絶対巻き込むことになると、うん、だから自分だけのチャレンジじゃないから、自分だけのリスクじゃないから、秘書と妻にはそれぞれ、うん、別々にね、こういう話が来たと、で、うん、こういうチャンスとか未来の可能性もある、同時にこういうリスクとか、まあ、困難とか、こういうものも、あると、可能性がね、はい、で二人にそれぞれ別々に伝えてですね。で、二人とも大反対したら、それは天の声だと受け取ろうと。うん、で、はいはいはい、ドストライクかもしれないけれども、天の声と受け取って、だから若干ですね、私の逃げ道ですね。私の逃げ道。二人が大反対したら、うん、あ、もうしょうがないな、という感じで。うん、で、二人それぞれ聞きましたら、それで、まあ、片っぽが、まあ、賛成とか、片っぽが反対。そしたら、まあ、その時はその時で考えようという感じだったんですけども、で、二人にそれぞれ聞いたら、もう私の全く予想外で、うん。二人とも、まあ、大賛成だったんですね。へえ、うん。で、いや、こんなリスクもあるよ。本当に下手したら、プロデューサー人生が終わっちゃうよ、みたいな。関係者も多いからね。うん、そんなことを話したんですが、いや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 、これは、良寛さんの仕事でしょ、うん、これ、ミッションど真ん中でしょ、
いや、むしろあなたがやらなかったら他に誰がやるのこの仕事っていうようなこと、例えば妻言ったりですね、あるいは秘書はですね、そのいやこれはもうど真ん中じゃないですか、やりましょう、はい、まあ、当時あれですよ、20中盤ぐらいですよこれやりま、あ、女の子、女性ですね、これやりましょう、でもしダメだったらバイトでも何でもねやり直せばいいじゃないですかって言ってですね、でなんかね、もうイメージとしてはその日本のね NHK の大河ドラマのね、なんか、武将と武将の妻とか、武将と、右腕とかのね、なんか感動の名場面みたいな、その感じで、僕は本当にね、ちょっとね、目が潤んだかもしれないんですが、ちょっと細かくは覚えてないんですけども、でもそれぐらいのね、いやー、すごい嬉しいっていうんですかね。すごく魂のつながりを、感じまして、で、感動した後にですね、ちょっと時間とって冷静になって、やべえ逃げられないみたいな逃げ道がもうこれでなくなったみたいなことで、まあ正式に事業提携のね契約書に、まあサインをして、そうすると、はい、クリスさん、これまさにねヒーローズジャーニーというともう越境、越境でこの境目はね、一足またいで越えたらもう二度と元の世界には戻れないっていう、戻れない、はい、それが2015年に始まりまして、はい、でその後の数年間は、まあ、予想通り大変で、あるいは予想以上に大変で、でその大変だったから、まあ、当然妻も秘書もねすごく大変で、で、まあ、私のねビジネスのメンバーチームもね、すごく協力をしてくれたんですけども、まあ本当に何せ世界で初めてのね企画事業でしたので、すごく大変で、でなその後ね、まあまあちょっとしたネタなんですけども、妻はですね、こんなに大変だとは思わなかったと。なんでこんなのやったのみたいな。いやいや、やる前に聞いたじゃないかと。それで、いやいや、これはやろう。いや、あなたの仕事でしょ。私は、ね、あなたについていくし、あなた応援するから。言ってくれたじゃないかと。いやいやいや、こんな大変だとは思わなかったと。聞いてなかったということで、まあ、これはオチなんですけどもね。はい。まあ、でもね、そう言いながらもね、すごく協力してくれて、それで、まあ、さまざまな困難やチャレンジあったんですけども、まあ、多くの人に助けていただいて、まあ、フランクリン・コビーさんの、ね、執行役員、あるいは担当者の方、はい、いっぱいミーティング重ねてね、そしてチームメンバー、そしてお客様、いっぱい助けていただいて、で、なんとかね、軌道に乗っていったという、はい、まあ、まさにヒーローズジャーニーというか、チャレンジですね。素晴らしいですね。だから勇気とか覚悟とかチャレンジとか、そして仲間、友情、チーム、こういうものが本当に、全然ね綺麗事じゃないんですけど、まあ、この人生でね経験できたっていうのはすごい宝物ですね。いや、じゃあもう全然思ってるように大変、思ってた以上に大変だった時もあって。ですね、まあ、ある意味予想通り大変だったんですけど、まあ、ですね、はい。どうですか、そのなんかそのヒーローズジャーニーの時に、もう無理だって思った時とかってありました？どうですか？クリス、いい質問。またね、じゃあ、ちょっとエピソード紹介させていただきます。まあ、いろんなチャレンジあったんですが、まあ、一番最初にして、おそらく最大の関門だったのが、はい、その、プロジェクトとかプロデュースってね、まあ、最初に企画書とか設計書、戦略を立てるということなんですけども、はい、で、その後、もちろん、その計画通り行くわけじゃないんだけども、どれだけ、コンセプトメイクとかね、立てるかという、すごく企画書、設計書っていうのが大事なんですが、その時にですね、まあ、
この事業、このプロジェクト、この企画は誰のためのものかということで、うん、まあもちろんね、そのセブンハビッツのファン、愛読者の方とか、はい、それからもちろんフランクリン・コビーですね、特に私でしたらフランクリン・コビージャパンですね、で執行役員の方のニーズ、はいはい、ヒアリングさせていただいて、うん、で、うん、まあ今までの経験上、その、さまざまなお客様の、まあニーズの分析、あるいは予想、はい、まあこういうことを立てていくんですけども、うん、その、160カ国展開しているので、うん、利害関係者が多いんですね。日本国内でも。例えば、その、7つの週間の本の出版をしている出版社、あるいは、手帳ですね、フランクリン手帳の会社、はい、あるいは、販売会社でリクルートさんですとか、うん、他にもね、さまざまな会社がありまして。で、大体一通りですね、7つの週間アカデミー協会という一般社団法人をね、設立する前後にですね、一通りの、主要な方にはご挨拶行ってですね、お話を伺って、ニーズを伺ってというようなところで、まあ、とにかく関係者が全員、まあ、ウィンになる、もしくはシナジーが起きていく。まあ、これを意図していたんですが、はい、うん、ヒアリングすればするほど、さまざまなやはり立場、ニーズ、ご意見っていうのがあって、聞けば聞くほどですね、もうなんかね、身動きが取れなくなってきたんですよ。うん。要は、うん、こっちの方の意見を尊重すると、こっちの方の意見に、マッチしない。で、他にもいっぱいいるから、結局、もう何もできないみたいなんですね。で、新規事業ですから、要は新しい企画っていう時に、まあ、要は前例がない、企画ということなんですけれども、これ160カ国展開してますから、まあ、その世界基準、そして、コンテンツ管理、コンテンツクオリティ、うん、まあ、非常に高い、はい、チーム、組織なんですよね。で、そういう中で、その、新しい企画っていうのをやるときに、まあ、結局、その2番線、3番線、すでにあるもの、うん、というものだと、ある種無難なんですけど、うん、これだと全く売れない。はい、2番線、3番線、要はコピー商品の新しい企画とかも、うん、もう別に買わないと、お客様はですね、うん。でも新しいものをやろうとすると前例がないということで、なかなかイエスの承認ですね、うん、取りづらい、はい、うん。なぜなら、コンテンツ管理、クオリティ管理、まあ本当に非常に、うん、厳しくやってるからこそのブランドを保ってるっていうのもありましてね。はい、ですから、ひょーで、ま、動けなくなっちゃった。そうなんです。動けなくなった。うん、で、みんなそれぞれのご意見、まあ、ある種正論であり、真実であり、お一人のお話は納得する話、なんですけど、はい、全部聞こうとすると、全く身動き取れなくなってですね。で、例えばじゃあ、誰のための商品か。もちろんファンのため、読者のため、そしてフランクリン・コビーグループ、フランクリン・コビージャパンさん、うん、ですね、のため、コビー博士のため。まあそういうことなんですけど、いや、どうしようという、何ヶ月かがあってですね。で、はい、ある重要な会議、執行役員が関わる重要な会議のタイミングがありまして、で、もう待ったなしみたいな時になったんですね。うん、もうこの時までに、まあ、ある大きな方向性を決めなければいけないっていうタイミングが差し迫ってですね、それまでまあ何ヶ月も自問自答、まあ、いろんな分析をしてたんですけども、うん、分析検討してたんですけど、そしてね、どんどん、その、メディテーションですね。はい。これが、うん、これね、残念ながらというかね、深くなっていったんですよ。
はいはいはい、困難やチャレンジが大きくなればなるほど、うん、これ、うん、これっていかがなもんかとも思うんですけど、その、どんどん深くなっていきまして、それで、でそのタイムリミットってなった時にもう待ったなし崖っぷち状態になった時に、うん、ビッグインスピレーションですね、ビッグアイデアがバンと降りてきまして、はい、メディテーションしてる時にね、で、うん、あのそれはどういうものかというと、さあの要はね、これは誰のための事業なのか、うん、究極の一人って誰なのかですね、うん、これの問いが僕は見出せなかったんですけど、うん、あのある時見出せたんですね。でそれが、ああ、わかった、この事業はセブンハビッツ著者コビー博士のための事業だっていう、まあ僕の中で腹落ちしたんですね。で、コビー博士が喜ぶ事業、喜ぶ活動、うん、喜ぶ一般社団法人、これを作ろうと、はい、でこれにもし異論反論唱える方がいらっしゃるとするならば、はい、僕はその人の話は聞く必要ない。はいはいはい、そう、まあ自分の中で思ったんですね。もちろんあの、さまざまなご意見、多様なご意見ありますが、それはそれで、うん、尊重してね、伺うんですけれども、うんうん、でも、その、決断の時ってありましてね、うん、うん、その、右行くか左行くか、前行くか、待つか、退くか、はい、まあこの決断の時に、意思決定の決断ですね、リスク伴うと言った時に、じゃあ究極的に誰を、まあ、守るのかっていうんですかね、うん、誰のためにこの命、この事業を捧げるのかって言った時に、究極の人はこれはコビー博士だなと、まあ、自分の中でインスピレーション、はい、あ、そうだって思いまして、うん、そしたらですね、うん、その後の事業プランはボボボボーって全部決まっていったんですね。へー、一気にもう何ヶ月も、うん、ね、僕もプロだからいろいろ考えるんですよ。まあ、どうにかなるわ、どうにも でもできるわって思ってたんですけど、何ヶ月も結論が下せなくて、だけどその究極の一人っていうのが決まった時に、うん、ああ、分かった、コビー博士のための事業だということは、コビー博士が喜ぶのはどんな人に集まっていただいて、うん、そしてどんな価値を提供して、どんな教会になったら喜ぶのかっていうと、究極的には例えばその7つの習慣のね、まあ、本の愛読者レベル、うん、それは嬉しいけど、うんうん、でもね、著者コビー博士からしたら、7つの習慣の本を買ってるだけじゃなくって、何かね、自分の人生とかビジネスで、大きな困難、大きなチャレンジがあったら、セブンハビッツを紐解く。そして、それを参考にしながら、自分の人生を生きていく。うん、で、本当に、活用していただくような、まあ、私は一言で7つの習慣、実践者っていう表現をしてるんですけども、はい、はい。7つの習慣、生きてる人ですね。7つの習慣で生きる人ですね。うん、この人が増えて、そういう人が増えたら、コビー博士喜ぶだろうな、うん、著者としての喜び誉れだろうなって思ったんですね。うんうん、で、まあ、コビー博士が生前の時に、その、リビング・ザ・セブン・ハビッツっていうフレーズが、ありまして、その、はい、7つの習慣を生きる、7つの習慣で生きるってやつですね、はい、だから知識とか暗記じゃないと、うん、いざ勝負、いざピンチ、はい、っていう時に、うん、7つの習慣を参考にしながら、はい、よし、俺はこれでいくぞ、俺はこっちで勝負かけるぞ、ここは一歩引くぞとかっていうような、何かそういうね、7つの習慣を一つ参考にして、ね、7つの習慣とらわれるっていうのを超えてですね、うん、生かす、うん、まあこういう人が増えていったら、これは喜ぶだろうなって思ったんですね、はいはい、で、だからそういう人のための事業にしようと思ったんですね、うんうん、そしてさらにもう一歩、いや
100歩踏み込むならば、究極的にコビー博士誰を喜ぶだろうと思ったら、7つの習慣を生きる人も嬉しいけど、うん、本音を言うと、うん、7つの習慣を伝える伝道師、エヴァンジェリストですね。はいはいはい。この人が、こう生まれていったら、コビー博士一番喜ぶだろうな、と。うん、いうのを、まあ、すごく思いまして、はい、冷静に考えるとそんな人いるのかなって思うわけですよ。その次から次に、さまざまな本が日本の中で、世界中の中で、どんどん増えていって、新しいメソッド、新しい書籍、新しいアイデア、新しい著者、新しいメッセージ、素晴らしい本とかメッセージが次から次に生まれてくるわけですよね。で、まあ、7つの習慣はもう古いよっていう人もね、まあ、いっぱいいらっしゃるという中で、いっぱい他にも次々生まれてくるけど、いや、私は7つの習慣で生きる、あるいは7つの習慣を伝えていく、それが自分のライフワークだっていうような人、こんな、まあ、いるかもしれないけど、少ないだろうな。そして、そんな人にどうやってね、そのマーケティングのアプローチといいますかね、ご縁をつなぐのか、どうやったら出会えるのか、まあ、それはこれから考えるとしても、でもね、それが、コビー博士一番喜ぶだろうなっていうのが、もう、腑に落ちまして。ということは、開発する商品は、こういうコンセプトの商品だ。すなわち、1日2日のセミナーを受けてですね、何か認定が発行される紙っぺらの認定試験じゃなくって、本当に人生で困った時、あるいは人生の大一番、大きなチャンスが来た時に力になる、あるいはそういう相談受けた時に、本当に頼りになる、7つの習慣のマスターですね、はい、これをトレーニングするための講座を作ろうと。今時それは売れづらいかもしれないけど、はい、まあでも、もし次の世代にバトンを残すとしたら、一言で言ったら、本当の7つの習慣マスターを輩出しなければ、後世にはつなぐことはできないと思いまして、僕のそういう意味では挑戦、チャレンジですね、として、はい、教会をね、立ち上げていったっていう、まあそういう、エピソードもありますね。じゃあその成功するためになんか一番大切だったことって何でしょうか、ね、やっぱりそのコンセプト、そのビジョンを明確にしたらね、なんかトントントンってドミノが倒れていったっていうのはすごい今感じてなんですけれども、やっぱりその実践していくっていう中になると、その成功するために一番大切だったことっていうのをなんかヒント教えていただけないでしょうか。まずすぐ浮かぶのはヒントが7つありまして、みたいな、ね、7つあるどうしましょう、7ついっちゃいます、それともやっぱり一つぐらいに絞っておいた方がいいですかね。もしかしたら最初一つに絞っていただいて、なんかもちろんね、トップ3とか、まあ、トップ7は間違いがあると思うんですけれども、なんかもしね、やっぱりそのこの見ている中で本当にプロフェッショナルライフコーチとして、それをライフワークにしてね、それを収入に安心して生活できるようになりたいって思っている方たちがかなりいらっしゃると思うんですよね。なのでね、そういうなんか自分の事業を立ち上げていくっていうか、ビジネス的にその成功するためになんか大切なことみたいなのがあったらですね、ありがとう、僕に今火が灯りました、ありがとうございますいい質問、いいボールをありがとうございます。今ね、お話を伺って、そのクリス自身がね、ライフコーチで、まあ、はい、ザ・ライフコーチでね。そして、クリスのファンもね、ライフコーチで生きてる人、あるいは、そういう生き方にね、共感して憧れてる人が、まあ、いるというのが、今のお話で、すごく伝わってきました。それで言うとですね、まあ、今のね、少し、まあ、長かったかもしれないですが、その、エピソードですね、実はですね、でも、お話ししたことにも関わるんですが、その、
もう人間ね、いろんな個性、いろんな人生、いろんな選択があるんですけど、うん、もう 100% 人類共通してるのが、いずれ肉体の終わりはやってくるっていうことですよね。うん、これはもう逃れられない。はい、で、実はね、僕とクリスの共通のね、友人も、癌でね、他界されてまして、うん、本当に元気で非常に多くの人に愛されてるね、素晴らしい才能あふれる方だったんだけれども、うん、亡くなられたんですよね。で、僕は本当に弔辞でね、スピーチ挨拶もさせてもらったんですけども、改めてそれでやっぱ毎回感じますけど、はい、こう終わりが来るっていうのはもう逃れられない事実なんですよね。で、うん、その7つの習慣でもあるし、クリスも多分伝えてるメッセージだと思うんですけども、その第2の習慣で終わりを思い描くことから始めるっていうのがあります、はい、でこれは文字通り人生の終わり、肉体の終わりを思い描くことから始める、うん、でそこからミッションステートメントを描き出そうと、まあ、こういうメッセージがありますけれども、まあ多くの人がそういうミッションとか、まあ、パーパスだとか、その人生の夢とかビジョンとか、まあ、描いてる、うん、まあ人もね、います、夢リストだとかね。でもね、それを軸にして毎日を生きていない方が多いように感じます、うん、まずは夢とかミッションとかを描かない人がまずもちろん多いし、描いてもそれを元にして毎日を生きてない人も多い。で、結論、僕はこういう方は、うん、世の中に 99% ぐらいいらっしゃると感じてます。で、いや、夢ありますよ。いや、ミッションも描きましたよ。で、じゃあ、それで毎日生きてますかっていう時に、いや、まあ、昔書いたけど、そんな現実は別物ですっていう、こういう方ですね。こういう方が 99%。で、その、夢とかミッションとか、自分の人生の終わりを思い描いて、それが、すでに実現したっていう、イメージを描いて、すなわち、ミッションとかビジョンに毎日アクセスして、その波動、そのバイブレーションで毎日生きていくっていうことですね。うん、一つ挙げるならば、それです。はい。はい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 、で、もちろん人生って計画通りいかないし、思い通りいかないし、うん、予期せぬトラブルとかハプニングとか、うん、つきものだし、ビジネスやってても、ね、思わぬトラブル、ハプニング、自分が一生懸命頑張ってても、うん、その関係者とかパートナーが、うん、思い通りいかなかったら、全部計画が崩れる。何やってんだと、うん、もう結局自分でやらないとなとかね。クライアント、あるいは友人、あるいはパートナー思ってた人に、はいはいはい、まあ非常にショックなことを言われるとか、そういう仕打ちを受けるとか、まあ時には裏切られる。うんうん、まあ様々にそういう心が傷つくことも起きるかもしれない。で、だけど、まあ7つの習慣のね、まあ表現っていうのかな、切り口で言うと、すべてはシナジーのきっかけと。で、日本語で言いましたら、ことわざでね、万事塞翁が馬っていうのがあるんですよね。うんうんうん、すなわち、幸運必ずしも吉ならず、不運必ずしも凶ならず。で、何がそのミッションとかビジョンに、何がきっかけになるかって、人間にはわからないんですよね、運命って。で、ね。と、例えば、じゃあ、学校、大学の受験にしても、就職にしても、うん、第一志望に落ちて、不本意ながら第二志望、もしくは第三志望行ったと。だけどそこで、人生を変えるような先輩と出会ったとか、うん、誰かに出会った。で、結果的に、それでライフワークを生きて、すごいいい人生になった。うん、っていうことは第一志望起きてよかったね。落ちてよかったねっていう、うん。で、例えば恋愛でも結婚でも、大恋愛したり、大好きだった人に、あるいは例えばね、うん、婚約してて婚約破棄
されて、うんうん、そのじゃあもう頭が真っ白、もう生きていく意味も感じられない、はい、もうエネルギーも湧いてこない、そんな人生送った後に、まあさまざまな出会いがあって、そして結果的に素晴らしいパートナー、ライフパートナーと出会って、うん、結婚してね、振り返ると、はい、あ、正直な話、あの人と結婚する、この方と結婚した方が絶対自分は幸せだったなっていうような人間分からないんですよね。うん、で、はいはいはい、だから自分のミッション、あるいはその自分、まあ運命の導きとか、はい、奇跡とか、天とか宇宙とか、大自然とか、神とか仏とか、エンジェルとか、うん、その、読みなら何でもいいんですけども、自分の力とか自分の知恵とか知識を超えた大いなる力を信じて委ねて、うん、そして、はい、その自分の魂の目的、肉体をどう使うか、うん、すなわち、じゃあライフコーチっていうことであれば、もちろん生きていく上でお金って必要。そして価値を提供すれば、うん、その対価としてエネルギー交換、循環ですよね、うん、得られる。まあこういうのはあるかもしれないけど、うん、でももっと大事なことで言うと、そのお金との取引で、うん、コーチングとか自分の時間とかエネルギー、情熱を交換するために生きてるのかと、うん、いわゆるパンを食べるために金を稼いでパンを食べるために生きてるのかと、そうじゃないって、まあ、2000年以上前に言った人がいるわけですよね。うん、で、じゃあ何のために生きるんだっていう時に、お金のためじゃなくって、あ、お金のためだけじゃなくってね。うん、何か自分のメリットのためだけじゃなくって、結局自分の人生、終わりはいつか来るわけだから、その終わりが来る時に、本当に効果 がない。本当にあの時、うん、あの選択してよかったな、あのクライアントに関わってよかったな、あのクライアントが困ってる時に、大変な時に、うん、そしてね、例えばじゃあもう周りの人がみんな見放してる時に、私は最後まで見放さなかった、そのクライアントの可能性を最後の一人になったとしても、世界中全員がノーと言ったとしても、私は信じ抜いた、うん、それはそのクライアントには伝わったはず。例えばこんな経験を一回でもしただけでも、死ぬときに多分ね、後悔ないと思うんですよ。で、それの積み重ね、積み重ね。もちろんビジネスだから、損得勘定、そろばん勘定、戦略、プラン、いろいろね、まあそういう左脳的なことっていうのかな。大脳神経質的っていうのかな。その、もちろん考えないといけない。大人として。だけども、一番大事なのは、我々いつか死ぬっていう事実と、そして、うん、じゃあどうやって生きたら本当に魂が幸せなの、死ぬ時に後悔のない最高の生き方なの、うん、それを毎日そのミッションが実現したやったっていうのにアクセスして、うん、でじゃあ今日どう生きる、今日お会いするクライアント、あるいはアポイント、うん、あるいはそのタスクに、うん、じゃあそれをどう向き合うっていうことを一日一日、いろんなことが起きるけど、毎日、一日一日、ミッションっていう自分の原点、これって無尽蔵のエネルギー、もう無制限のエネルギーが湧いてくる、うん、そのことを思うだけで、もう、何も現実かかってなくても、ニコニコ笑顔になる、これがもうミッションとか、本当のビジョン、本当のパッションの証だと思うんですよね。これがまあ7つの習慣で言ったら、まあ、第一の習慣、第二の習慣、合わさったようなテーマなんですけれども、うん、これはだからもう本当に世界中のリーダーたちが毎日やってた、ことだと僕は感じています、はい、人によっては神様への祈り、キリスト教、仏教、うん、イスラム教、ヒンズー教みたいなその信仰心、宗教心の祈りを毎日捧げ、あるいはメディテーションとか天や天地自然への感謝の祈り、あるいは例えばじゃあスティーブ・ジョブズなんかで言ったら毎日鏡に向かって、鏡の向こうにいる自分、まあ要は自分本の本心ですよね、と向き合って、ハイアーセルフというか、です、あ、そうですね、あるいはね、じゃあナポレオン・ヒルだったら、うん、そのマスターマインドですよね、すなわち自分が歴史上本当に尊敬するような自分が本当にインスパイア、勇気を
を与えられるような知恵を、インスピレーションを与えられるような人と向き合って、で今日どう生きるか、うん、どういう意思決定選択をするかっていうでね、うん、そのやっぱ毎日生きてるといろんな情報とかノイズとか、そしていろんなお試し、うん、チャレンジがあったり、いろんな情報たくさんある中で、その自分が本当に、うん、まあ、ピュアっていうんですかね、その、うん、平安、安心を感じられるような、そういうプロセスを自分がやはりルーチンワーク、はい、まあ、メディテーションが、ね、一番分かりやすいですけれども、うん、そして、まあ、本当に、ミッションから選択をしていく、はいはいはい、もうこれがね、まあ、最重要だと感じています、うん、おそらく多分クリスもそういうメッセージをね伝えていると思いますけども、うんうん、素晴らしいですね。そのね、今世の終わりっていうか、ね、この最後のことを考えて、でそこにその自分が誇りに思えるような日常の活動を続けていくこと、うん、ね、それがなんか一番の、ね、成功の鍵っていうのは大事だと、うん、思ってますね、うん、感じてますね。素晴らしい。いやいいですね、うん、やっぱり僕もそういうふうに感じる時がいっぱいあるんですよね。そのね、やっぱりその何て言うのかな、本音で生きていくか、うん、私のハイアーセルフっていうかね、スティーブ・ジャブズの鏡の反対の本当の自分が今ここにいたらどういう活動、どういう選択を選ぶんだろう、発言をするのかって。でもやっぱりこの人生を生きているとどうしても特に怖くなっちゃう時に、その過去のやり方に戻りたくなるんですよね。もっと努力しないといけないとか、もっと頭を使わないといけないですね。信頼できない人生はもっとその自分の力で何とかしないといけないっていう、もしかしたらスモールセルフかもしれないんですけど、うん、そういう時のバランスってでどうやってなんか、ね、決めていった方がいいっていうなんかアドバイスなんて、そういうのいただけないでしょうか、うん、あります、うん、本音で言った方がいいって知ってるんだけど、どうしてももっとここは攻めたいとか、うん、その スモールセルフのバイブレーションに降りちゃうっていうかね、うん、そうですね、そこで、うん、分からなくなっちゃう時が僕もよくあるんですけれども、うんうん、ですよね、ありますよね、うん、でクリスさんもね、今までいっぱいあったと思うし、僕もね、いっぱいありました。で、そこでまずね、まあ、結論から言うと、その、魂とかハイアーセルフとか、はい、まあ、いろんな言い方が、その、世界中の哲学思想であります。例えば、はい、その、分魂、分け御霊って言ったり、日本のね、神道では分魂分け御霊って言ったり、まあ、要は内なる神ですよね。あるいは、仏教だったら仏性と呼んだり、はい、陽明学だと領地って呼んだり、まあ、ハイヤーセル、うん、アートマンとか、そのいろんな言い方があります。進化とかね。うん、で、はいはいはい、要は、言い方変えると、その、本音、本当の本音みたいなね、感じかと思いますけれども、うん、その、まあ、理屈を超えたものですよね。で、それってみんなにあって、はい、だってこれはもう、世界中の思想、世界中の哲学、世界中の宗教の共通項、共通メッセージですから、でも僕もそう感じてます。はい、確信してます。全員にあると。で、小宮博士はそれをボイスっていう表現をしてます。内なるボイス。内なる声ですね。内なる情熱。で、そして、その、要は、内なる本質っていうのがみんなにあって。で、そこが発動したら、うん、無限のエネルギー、無尽蔵のエネルギー、うん、無限の知恵、無限の英知が湧いてくるっていうのが、ユニバースのエネルギーみたいな、その本当のユニバースのエネルギー。はい、そういうことです。で、はいはい、それが、まあ、心理学的に言ったら、うん、その潜在意識の、まあ、奥にある、はい、ものであったり、その、うん、主語的無意識につながるような意識であったりっていう、まあ、ことになるかなと思いますが、まあ、さまざまなね、心理学があるので、いろんな呼び方があると思いますけども、まあ、要はですね、その知識とか不安とか恐怖とか、損得感情、そろばん
こういったものも生きていく上で大事なんだけれども、もっと大事なものがあって、もっと偉大なものがあってっていうことです。うん、でも、それを大事にしてても、現実がうまくいかない。お金の不安、人間関係の問題、仕事の問題、こういう現実ですよね。ここが、うん、目の前にやってくると。で、ここでね、その、いわゆる魂を売るのか、魂を売らないのかっていうのが、まずは問われますが、ただじゃあ、魂とか本音とか、自分の中の内なる情熱、内なる才能とか、可能性とかっていうのが、何なのかがわからないから、どんどん外の声が大きくなっちゃう、強くなっちゃうというのがあると思います。で、これはね、まあ、いろんな難しい話は置いといて、まずね、すごい簡単に言うと、自分のこの情熱とかパッションがインスパイアされるような人物とか、作品とか、まあ、要は名作ですよね。一流とか本物って言われるものに、どんどん触れていく。はいはいはい。っていうのを、まず具体的にはお勧めします。で、はい、じゃあ、例えば、じゃあ、ライフコーチとして独立をしていく。うん、あるいは、もう独立してるけど、うん、例えば自転車操業でね、はい、なかなかこう、一個抜けられない、ブレイクスルーできない、うん。いろんな努力をしてきたし、いろんな自己投資をしてきたけれども、なかなか抜けられない。っていうような時に、外の声、不安恐怖の声ですね。うん、お前もっと現実見ろよ、みたいな。夢なんて生きるもんじゃないよ、と。もう子供じゃないんだからと、みたいなね。こういうのが、こう、やってくるという時にですね、それは誰が言ってるんだっていうことなんですよね。で、あなたは、その人の生き方にぶっちゃけ憧れますかと。ぶっちゃけその人のような人生を生きて、本当に後悔ない人生。で、そうだったらその人のアドバイス聞いたらいいかもねっていうことなんです。で、中には、お世話になった先輩とか、恩人恩師とか、まあ、親とか、うん。で、基本的にはみんな、いらん世話、いらん心配してくれますから、特に、母親とかね、父親とかね、うん。もう必ず心配してくれますから、私は41歳で結婚したんですけれども、それまで、うちの親に会ったらですね、特にお母さんは、もう、38になろうが、39になろうが、あなたちゃんとご飯食べてる？あなたちゃんと寝てる時も、寒くない格好で寝てる？風邪ひかないようにしてる？毎日お風呂ちゃんと入ってる？ね、もうずっと心配するのはもう親の差がなので、まあ僕もそういうふうに心配されましたけれども、ね、結婚してからはね、親も安心して、ね、奥さんの言うことちゃんと聞くのよ、みたいなね、聞いてたら間違いないから、みたいな感じなんですけど。でね、親に感謝してる、尊敬してる、先輩、お世話になった人に感謝してる、尊敬してる。で、じゃあその人がね、なんかこの冷める話をしてきたもんならば、そうかなって思っちゃって、無理ないんですけど、でもね、本当に聞きたい。その人みたいな人生歩みたいの、あなたはっていうことなんですね。やっぱり人間が違うし、ね、はいはいはい。でね、やっぱそういう時に自分が憧れる、尊敬する、リスペクトする、人物。それは、クリスさんみたいにね、YouTube でしか会ったことない。あるいは Zoom でしか、はい、交流することはない。SNS でしか交流することない。だから直接会ったことないし、じゃあ本当に友人なのかっていうと、いや、クリスさんは、いや、友人だよって言ってくれるかもしれないけど、でも、毎日顔合わせるわけでもないしな、とかね、まあ思う人いるかもしれない。あるいは、他にもね、素晴らしい著者とか、歴史上の人物とか、いて、すごく憧れる。だけど、現実は、そういう、周りにはね、そういう人いないと。したとしてもですね、とにかくそういう自分のね、内なる情熱とか、魂が、すごく反応する、インスピレーション、インスパイアされる、こういう人にどんどん会う、そういう作品、素晴らしい作品にどんどん触れる、映画とかね、触れていけばいくほど、
あの、この、いわば、内なる巨人ですよね。内なる情熱が、ムクムクっと起きてくるんですよね。ムクムクっと。で、これが本当に起きたとき、それは名作に触れてるとき、あるいは素晴らしい憧れる人物に触れてるとき、何かのときに出てくるんですよね。で、それってね、皆さんにとっては、本物の瞬間だと思うんですよ。本当の時間、はい、本当の声ですね。うん、で、うん、その時に、そうだ、これが本当だっていうのを、あの、やっぱりね、確認作業っていうか、してもらって、うん、で、あの、その時に、あの、本当の意思決定をしてもらいたいなって思います。で、その、ね、いや、99% の人は、経験上ね、それで生きてないんですね。残念ながら。で、パーセンテージで言ったら約 1% の方が、本当の自分の情熱を生き、悔いのない人生を生き、多くの人に貢献し、もちろん人間だから好き嫌い、長所短所あるかもしれないけど、それぞれの個性、それぞれの役割持ち場で、それぞれの人生を生きてる。で、それがまたご縁ある人に刺激とかが広がっていって、本当に世界が豊かになっていってるっていう生き方をしてる人が確実にいますと。確実にいますと。はい、で、その、このパーセンテージがね、いつか変わったらな、いや、変えていきたいな、いや、変えるぞっていうのが、あるいは、まあ、変わってる未来を僕はもちろん、あの、イメージしながらね、あの、毎日生きてますけれども、うん、でも今、現実をしっかり見ないといけないっていうことで言ったら、僕の感覚値では、うん、あの、99% の人は、それでは生きてないから、うん、その人の声は聞くなって言いたいです。はい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 。そうですか。じゃあ、その、やっぱりその、やり方がわからない、過去のやり方に戻りたいっていう、時にはそれ誰がそれを言っているのか、本当にその声を言っている人を従っていきたいのか、その人の生き方ですよね、それを選びたいのかっていうことを確認して、ちょっと違うなと思ったら、その自分が尊敬している人たちのバイブレーションに近寄ること、例えばその人たちの YouTube でもいいし、本でもいいし、作品でもいいし、そうやってインスピレーションをいただくことによって、すごいモク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 っていうのかな、モクモク、自分の本当の、ムクムク自分のボイスっていうかね、その自分の本当の本音の声がもっと明確になってきて、でそこからまた判断することができるっていう感じの乗り方、素晴らしい。それ考えたことがなかったです。素晴らしいですね。もう一個、そこに加えてね、まあ、その文脈でお伝えすると、はい、まあ、コビー博士が、その晩年にね、第8の習慣っていうものを、まあ、その70代になってですね、発表されました。はい、で、その、まあ、ビジネス的に見たらね、その7つの習慣で、まあ、ブレイクしたから、じゃあ8番目を出して、もう人稼ぎしようみたいなね、思ったんじゃないのか。まあ、こんな風に、まあ、批判的にっていうんですかね、思われる方もいるかもしれないんですが、まあ、コビー思想、コビー哲学で言いますと、まさに、本当に総決算っていうような一冊になっています。はい、で、詳しい話、まあ、いろいろ割愛しますが、第8の習慣というのが、まず自らのボイスを発見し、そして、他の人のボイスが発見できるよう、インスパイアしていくっていう、習慣になります。で、当然ながら第8の習慣の最重要キーワードがボイスっていうことなんですけれども、じゃあ、まあ、ボイスって何かっていう時に、この第8の習慣にはミッションとかミッションステートメントっていう言葉は出てこないんですね。ボイスっていう言葉が出てきます。ボイスを生きる。で、7つの習慣ではミッションステートメントっていう、まあ、重要キーワードが出てきます。で、その、後に出版された第8の習慣で、なんでミッションという言葉を使わってないのか。で、なんでボイスという言葉を使って、じゃあこの違いって何なのかっていうのは、
第8の習慣の本では解説はされてないんですけれども、ただ7つの習慣と第8の習慣を、まあ、読み比べますと、まあ、明確に浮かび上がってくる事実を紹介させていただきますと、7つの習慣で語っているミッションステートメントっていうのは、まあ、いくつかこうやったら、発見しやすいですよ、こうやったらいいですよっていういくつかアドバイスヒントがあるんですが、こうすべきっていうのは逆に言うとあんまりないですね。自由に描いてくださいねっていうことが書かれています。でもう一方で第8の習慣には明確にこれを踏まえなければ本当のボイスは発見できないし、逆に言えばこれを踏まえればボイスを発見できるっていうふうに言ってるものがあるんですね。で、はい、それがまあ一言で言うと、その原則とか良心とか貢献っていうようなことなんですけれども、人のニーズに応えていく貢献を、はい、偉大な貢献をしていく、これがボイスには必須の要件になっていく来ますっていうようなことが第8の習慣に書かれています。はい、一方で7つの習慣にはそれは別に必須としては書かれてないんですね。でこれをね、まあ心理学用語で例えると7つの習慣で書かれているミッションステートメントというのが、いわば自己実現をもたらすミッションステートメントで、自己実現、はい、すなわち自分の夢を叶えていく、自分が願ったことを叶えていく、こんなヒントですねが、まあ書かれています。はい、そしてこれに比べて、第8の習慣というものはあなたの、ね、周りには必ず誰かね、あなたが手を差し伸べるべき人がいるはずだと。でそれは例えば家族で言えば、子供だとか、あるいは孫だとか、あるいは友人だとか、あるいは仕事上の仲間、あるいはお客様。誰かしら、困ってる人ですね、いるはずだと。で、そこに貢献をしていくことで、自分一人では発見できない本当の才能。本当の情熱、本当の使命、まあ、本当のボイスですね。そして、本当の可能性というのが、そこで広がっていくと、こんなことが書かれています。はい、もっといろんなことが書かれてるんですけどね。もっといろんなことが書かれてあるんですが、まあ、今日のね、文脈で言うと、要は、自分の夢のためにクライアントに貢献する。自分が稼ぐためにクライアントを獲得し、クライアントに応えていく。これは順番が大間違いですよっていう。で、7つの習慣のミッションステートメントが心理学で用語で言った自己実現をもたらすミッションステートメントだとしたら、はい、第8の習慣に書かれているのが自己超越をもたらす第8の習慣。ボイスというのが書かれています。はい、で、自分の限界を超えていくっていう時に、ああ、稼がないととか、あるいは何かこういう夢を実現するために自分をモチベートして、自分が、テンションが上がるような音楽をかけ、はい、アファメーションを唱え、体の動きを作り、自分のステートを作り、そして自分のパフォーマンス最大限にして、生きていく、ビジネスをしていく。コーチングをしていく、これは自己実現につながっていくかもしれないけれども、自分の限界は超えていけないと、自分の感情とか欲望を焚きつければ焚きつけるほどテンション上がってパワーが上がっていくかもしれないけれども、本当の偉大な可能性は開かれないよっていうようなことを、まあ、第8の習慣では書かれています。もちろんね、7つの習慣にもそういうことは書いてるんですよ。だけど、コビー博士は、例えばミッションステートメントではですね、
原則とか貢献とか良心、こういう生き方をした方がいいですよっていうことを理路整然と7つの習慣では述べてるんですけど、はい、これ必須ですよっては言ってないんですよ。ある種自由を尊重して、だけど第8の習慣では必須ですよって言い残してるんですね。だからその恐怖とかさまざまこの現実のね、チャレンジがやってくるという時にですね、まずはその本当に自分の情熱がこうワクワクする、すごく憧れるとか、情熱がかきたてられるとか、こういうもの、こういう人物とかこういう作品とかにどんどん触れていくことで、自分の個性とか自分が好きとか、自分の情熱とかこういうものがどんどん芽生えてきます。この本当に種に水とか肥料が与えられるように、どん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 むく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 それが大きくなってきます、で、もう一個はじゃあその時にね現れてくる人でね、自分が貢献できる人、自分が何か力になれる人、助けられる人が現れたら、お金のやり取りとか駆け引きとかだけじゃなくって、お金のためっていうだけじゃなくって、その自分の情熱、自分の人生をかけて誰かを助けていくときに、もう自分でも知らなかった、自分でも分かってなかった偉大な才能とか、偉大な無尽蔵の情熱とか、可能性とか、ミッションやボイスが、それこそね、インスパイアされていくんですね。商品開発でも、事業開発でも、マーケティング戦略でも、ね、プロモーションのプランでも、自分がね、本当にこのお客様のために尽くしたい、こういう人をこういうことを、こういうふうにね、変化を提供するために自分の人生、自分の情熱を傾けたい、それは自分の本望だ、まあ、こんな方向性方針が見つかってきたら、そしたら本当にそこにお金のため、そして効果性効率よく稼ぐためにビジネスやるんじゃなくって、自分の人生かけて、自分の命かけてやると、それはねもう結局ね他の人には真似できないオリジナルが生まれてくるんですよね。真似しようとしても、コピーしようとしても、真似られないんですよ。追いつけないんですよ。だってこっち命かけてるからね。で、でね、もちろん好みもありますよ。好き嫌いもありますから、はい、そういうご縁がある人にね、貢献していけばいいわけで、で、まずここが根本。で、その後に戦略、戦術、分析、現実っていうメッセージを、まあ、この動画をねご覧のクリスさんのねご縁ある方にはお伝えしたいなって思いますね。テーマとしてね、今日お話しさせていただいて、斉藤さんとお話しいただいて感じたのが、その、まあ、その3つのテーマみたいな共通点を見つけたんですよね。1つはその本音の自分っていうか、ね、そのハイアーセルフっていうか、その、なんていうの、ボイスっていうのは本当にあると。ある。で、それ、あると。うん、で、それが本当にこのソースエネルギーっていうか、ユニバースのエネルギーとかね、その宗教によったら神様とか、いろんな言い方はあると思うんですけども、つながっているこの無限のエネルギーっていうのは本当にあるよって。ある。ね。愛のエネルギーっていうか、で次はその自分のボイス、自分のビジョンとかね、自分のボイスをキャッチできるようになろうっていうのが次のね、ステップみたいなので、で今度その次がこの、あ、これは自分のボイスなのかね、自分のスモールセルフの恐怖の過去の自分なのか、ね、知っていた世界で育った、ね、この過去の自分なのか、でそれができるようになると、今度他の人のボイスもキャッチできるようになってくるっていうか、ね、でその自分が落ち込んだ、あ、しょぼんでるっていう時には、他の人のエネルギーからチャージできるっていうか、そこでまたフリクエンシーを波動を高めていくみたいな、ね、そのボイスの状態に戻れるみたいなテーマがねあったと思います。でもそれがね本当に一番大切だよって言ってくれるね、
先生、先輩はなかなかいないと思うんですよね。やっぱり安全な答えっていうのはね、いやいや、マーケティングに力入れてくることなんだよって言ってね、集客なんだよとか、ね、このテクニックなんだよってなるんですけれども、でやっすぱりそね。の本まあだから質ね、の部分正が直申ね。し上げて、集客マーケティングっていう、もちろんそういう専門家の方は必要なんですけれども、ミッションとかね、自分の人生をかけるとかっていうのは、それでは儲けられないよ。マーケティングだよ。分析だよ。っていう、方。これはね、まあ正直申し上げて、その人は恐怖で生きてます。すごく稼いでるように見えるかもしれない。活躍しているように見えるかもしれない。人生を謳歌しているように見えるかもしれない。けれども、もう結論申し上げると、その人は恐怖で生きてます。マーケティングの専門家を否定するわけじゃないですよ。マーケティングの世界に生きていて、本当に我々と同じようにっていうか、情熱をね、持って生きてる方、本当にプロ、本当の真のプロフェッショナル。こういう方はもちろんいます。いますけれども、やっぱね、ほとんどの方は、その人自身が不安で恐怖で生きていて、で、不安や恐怖を紛らわすために力、スキル、テクニックをどんどん身につけて、新しいノウハウ、新しいテクニック、そして他の人が知らない知識、それを、見せてですね。で、でもね、それをやればやるほど、そういう意味では、本当にのその人の幸せから離れていく、遠ざかっていってしまう、というふうに感じますね。だからね、これをね、まあ、見抜くのはなかなか難しいんですよ。要は、詐欺師ってやっぱ詐欺のプロだから、詐欺師の話はね、いくら聞いてもダメで、どんどん、巻き込まれちゃう。だからね、お伝えしたいのは、その本物、一流って言われるような、そして自分の情熱、魂が本当に触れるような、憧れるような人に触れ続けていくと、偽物は瞬時にわかります。瞬時にわかります。何をご託を並べても、僕が信頼している、尊敬している先生とか、メンターが言ってることとは違うなっていうのを瞬時客観に見的に抜わけ。かる。そう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 。だから、で、おそそれはらくね、僕も、ちょっと個人的な意見だと思うんですけども、まあ、そのプロフェッショナル詐欺師って、それを理解してやっている詐欺師もね、中には数少ないと思うんですけれども、いらっしゃると、いると思うんですよね。でもやっぱり僕はその魂の修行中の人たちもいっぱいいるから、その本人もまだご理解されてないっていうか、本人もまだ答えが見つかってないんだけど、周りがこういうふうに言ってるからって言って、で、それをまた伝えると、で、それを受け取る人もそうだよねっていう、その恐怖のバイブレーションが本当だって信じているから、で、そういう感じでちょっとその広がり、恐怖が広がっていくっていうのもあると思うんですよね。ですでね。もやっぱりそれを直感的にバイブレーション的に分かるっていうのは素晴らしいですね。それが。で、なので、結局ね、今、クリスも話がありましたけど、やっぱ人生のプロセスの中で、過ちを犯したり、ミスジャッジしたり、失言してしまったり、本当はそれは望んでないんだけど、そういうことになったりね、自分が裏切られたり、裏切ってしまったり、言い過ぎたり、言わなさすぎたり、なんかもういろんなことを経験したり、あるいは自分のじゃあビジネススタイルだとか、付き合う人、ビジネスのパートナーシップ、チームを組む人、これもやっぱり相性もあるし、タイミングもあるし、そういうことで、なんかこういろいろ経験しながら、自分に合う合わないも含めて、そういう意味ではね、万人に共通する正しさだとか、まあある種ないとも言えるかもしれないんですけど、自分に合うビジネス、自分に合うスタイル、自分に合うコーチング、自分に合う顧客層、自分に合うマーケティング、これを、まあいろいろ経験しながら、そっか、私はこれだな、とか、知りながら、それで自分の道とか自分の役割とか自分のミッションを、していくのかなって、まあ思うんですよね。だからそういう意味で、何かいろんな嫌な経験ですよね。
いわゆる失敗っていうような経験したとしても、まあ、要はそれをどう生かすかだし、あの、悔しい思いしたら悔しがればいいし、それをエネルギーに変えて、何クソ、こんちくしょうみたいなね、あの、エネルギーに変えればいいし、だから、まあ、常にお伝えしてるのが、もう万事作用が馬、すべてはシナジーのきっかけ、自分のミッションが理想通り、あるいは理想以上に実現していく、全部きっかけだと、嫌なこと起きても。はい、素晴らしい。素晴らしい人生の、ね、見方っていうか視点ですね。それは全てはその何ていうの、そのエネルギーの一部、神の一部であるから、そのエネルギーを変えるアルケミーですよね。黄金術みたいな感じでね。素晴らしい。だからその状態、うん、ステートを作るためのもちろんルーチンワークだとかって大事だし、うんあのうん、特にね今日も話題に出てましたけど、そういう自分らしくいれる人間関係、友人とかコミュニティとか仲間ですよね、はい、自分の本音をそのまま語れる仲間、うん、友人、コミュニティ、これを、はい、すぐに見つからなくてもね、やっぱり、ね、探し続ける、うんまあ、そういう意味では SNS で、うん、あのいっぱい見れると思いますし、うんね、オンラインサロンみたいなのもなんかお試しでね、いろいろやりながら、はい、自分に合うところを探して、はい、で、ね、合うところを探したら、うん、もう徹底的に関わっていく、あのね、クリスさんのコミュニティもそうだと思いますし、うちのコミュニティもそうだと思いますし、あのそれでね、人の、まあ、おかげによってというか、あの自分は自分なんだけど、はい、そういう仲間、友人、コミュニティ、あのメンター、こういう仲間でによってね、はい、不思議とその人のおかげで自分をもっと自分らしく生きることができる。で、うん、その嫌な人物、嫌な出来事、嫌なビジネス、嫌なクライアント、こういうのに出会ったらですね、まあ簡単に言うと、それはまあ社会勉強なので、あ、これはこっちがいいなとか、あ、これは自分のミスだな、同じことがあったらこう変えていこうみたいな、まあ全部常にミッションとかビジョンとかに向かっていってるんだっていう前提を持って生きていくと、はい、もう結局毎日そのバイブレーションだから、もう結局そうなっていく。はい。だから、7つの習慣のね、アカデミー協会立ち上げてからも、その本当に創業時って大変で、あの、うん、緊急で重要なこと満載で、あの、やるべきこと、やりたいこと全部できないと。はい、まあ、それでこなしていかないといけないっていう中だったんですけども、あのこの協会、このチーム、このビジネスを成功させるためにはこんなチームメンバーが必要だなっていう、例えばマーケティングだったり、ホーム、会計、マネジメントチーム、事務局、CS ですよね、お客様のフロント、はい、こういう人たち、あるいは講師とか、あ、お客様のサポート役とかですね、うん、そのこういう人が必要だなって思い描きながら、最初すぐに集まんなかったんですけど、うん、何年か経っていくと本当に重要な役割を担ってくれる、そしてしかも信頼して本音を言える、うん、うん、上辺の付き合いじゃなくてね、うん、そういう、そしていろんなことを共有、楽しみを共有し、楽しみは倍になり、苦しみが本当に半分以下になる、そういうメンバーにやっぱ何年か経ってね、今本当に恵まれてるんですね。だからこれをご覧の方も、今もうすでにね、軌道乗ってる人もいると、思います、はい、でもね、それは自分の人生だけじゃなくて、本当に次のね、貢献、次の世代にね、バトンを渡すためにも、もっと次にね、挑戦して、言ってほしいですし、逆にね、いろんな現実、見たくない現実、経験して、したくない現実、経験して、クリスさんにすごく憧れたり共感してるんだけど、うん、俺の現実、私の現実は、なんかギャップがある、みたいなね、方も、全部人生経験で、本当にどうなったら悔いのない人生なのか、もうそこ一点集中で、うん、で、うん、いろんなお触り、ノウハウとかも、いろいろ実験、試して、はい、行くうちに、自分のウェイ、自分の道っていうのが、うん、いずれね、見つかるので、どうせね、人生生きていくんだったら、
やっぱ最後笑える人生っていうことを、やっぱり目指したいし、そして、僕もクリスさんも、そういうものを仲間、あるいは、まあ、後輩っていうのかな、うん、ご縁ある人に伝えられるんであれば、うん、もう本当に、もう、ありとあらゆるね、努力をしたいし、はい、我々がね、先輩とか仲間とかから助けてもらったように、うん、我々ね、今度、次に何か協力、貢献できることがあれば、まあ、したいと思ってるので、うんうん、まあ、本当、クリさん、ね、こういう出会いいただいて、まあ、今後もね、もしまた何か企画あればね、はい、なんか7つの習慣の企画か何か分からないですけども、ご縁ある人にね、力になれたらと思ってますね。はい、いやあ、斉藤さん、本当にね、最後までお時間いた、ね、長いお時間をいただいて、本当にありがとうございました。もう本当にお話をしていて、そのね、斉藤さんの温かいメッセージ、ね、信頼っていうテーマっていうのかな、で、そのね、本音で生きるっていう、ね、ボイスを聞いて、ね、いや、本当にインスピレーションのね、このインタビューになりましたので、本当に心から感謝しております。で、ぜひですね、このね、ビデオをご覧になっている、またはポッドキャストをお聞きになっている方はですね、このぜひ、一般社団法人7つの習慣アカデミー協会っていうのをね、Google で検索していただくと、斉藤さんのね、ホームページ、その社団法人のホームページがあって、そこにもね、いろんな無料の情報とか、ね、いろんなオンラインのウェビナーとか、そういう情報も入っておりますので、ぜひですね、一度チェックアウトしていただければ本当に嬉しいです。いや、本当に斉藤さん、本当に最後までね、時間をいただきまして、本当に心から感謝しております。 Thank you so much. ありがとうございました。 Thank you.